どうも、ふみです。さあ、今日はですね、新潟県に来ております。新潟県は、苗場プリンスホテルさんに来ております。今回ですね、大変ありがたいことに、こちらをね、苗場プリンスホテルさんに、あのヤマハ様からね、出ている、ラブピアノ、ラブピアノシリーズがね、1号機から6号機まであるんですが、それをね、一つが、こちらの苗場プリンスホテルさんに、置かれるということで、それの、オープニングライブみたいなやつで来てます。でも自分自身ね、初めての新潟県、初めての北陸地方ということで、めちゃめちゃ楽しみにしてました。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。こちらね、苗場、もちろんね、ちょっと僕はね、わからなかったんですけども、ここでね、イベントがあるっていうね、話をしたら、リスナーさんからね、苗場といえばスキー場だよと、っていう話をね、すごい聞いておりまして、もうね、後ろにもうゲレンデが、雪はないんですが、ゲレンデがね、すごい広がっております。あとね、もうこの苗場プリンスホテルさん、めちゃめちゃでかいです。なんか夏場はね、冬場の半分ぐらい、ちょうどね、半分しかやっていないみたいで、すごい大きなホテルなんですけども、冬場はね、もう今よりもたくさんの方が来るみたいで、すごいね。ちょっと僕もね、札幌出身っていうこともあって、スキーね、やりますから、冬のね、こちらにも来てみたいなって思います。はい、今回ね、動画撮影もたくさんね、していいよということでしたので、このお部屋の紹介もしたいなって思っております。もうね、完全に今の僕よりね、存在感の強いものがあったりしますけども、早速ね、じゃあルームツアーの方やっていきましょう。はい、ではね、ルームツアーやっていきます。すごい声がね、反響しますね。ここ廊下です。廊下をね、少し進むと、右側にトイレがありまして、で、左側に洗面所ですね。はい、わあ、すごい三面鏡だ。これあれだ、マックス何人まで映せるってやつだ。あ、4人、4踏みです。スキー場っていうのもあってね、たくさんの方が泊まる前提で、アメニティ類がね、たくさん置いてあります。4泊できるわ。いや、違うな、歯ブラシ1本1ヶ月だから、僕一人で泊まるなら4ヶ月入れますね、この部屋に。オープンです。はい、お風呂があります。こちらね、苗場プリンスホテルさん、温泉がありますので、迷うな。今回ね、こちらに宿泊させていただけるということなので、ちょっとね、リスナーさんと湯上がりに会うのはめちゃめちゃ気まずいので、行くか迷っておりますが、はい、ではこちらメインのお部屋でございます。はい、じゃじゃん、いいですね。めちゃめちゃでかいソファー、こんなに幅のあるソファー初めて見ました。で、こちらね、さっき僕が座っていたちょっと特徴的すぎる椅子ですね。なんでこの肘掛けがこんなに高いところにあるんでしょうか。で、ベッドも大きいです。クイーンサイズぐらいのベッドが2つ、そしてね、下にこの簡易的なね、ベッドもあります。やっぱスキー場っていうのもあってね、大人数で泊まることが多いと思いますから。あ、ってことはこれあれか、ソファーベッドか。すごい広いなって思ったんだけど、この上になんか敷いたりして、引いたりして寝ることもね、できるんだと思います。で、一番ね、存在感のあったハンモック、こちらのね、お部屋がいわゆるハンモックルームって言いまして、このね、ハンモックがあるみたいです。はい、そしてね、ちょうど今雨が降ってきてしまいました。うわー、ちょっと待って、すごい霧が若干反射してる自分もいるし、いや、さっきね、天気晴れていたんだけど、今ちょうどね、上の方が見えなくなってしまいましたね。ここ今ゴンドラがあるんだけど、ゴンドラっていうか、そもそもね、スキー場ですから、リフトがね、何箇所にあったり、このゴンドラね、ゴンドラで上に行ったら、上の方にレストランが見えますか。ここにレストランがあるみたいです。あとでね、こちらに行こうと思うんですが、
まあちょっとね、見えなくなっちゃったね、霧が。でもなんかすぐやみそうな感じもするけどな、若干ね、晴れ間が見えますから。で、あそこに、苗場って見えますね。あ、怖い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 。大丈夫、うわ、怖い怖い怖い。大丈夫かな。まあ僕の体重で壊れたら、誰も乗れないと思うので。それは言い過ぎか。言い過ぎです。あ、めっちゃいいわ。あ、いいですね。はい。めっちゃ、めっちゃこじんまりとしてるわ。キュって V になってますね、V に。よっと。いや、でも新潟も自然がいいね、自然豊かで。札幌のスキー場、その山奥の方をね、彷彿とさせる、すごい素敵な景色が広がってます。僕がね、今回ピアノのお仕事をね、させていただくのは、エーデルワイスっていう、なんか、クレープとかあるんですね。クレープとか、カレーとかのご飯物もあるみたいで。なんかそういった、なんかフリースペースではないけど、そういう広場。なんかさっきね、チラって見たんだけど、椅子がね、置いてあったり。椅子、机がね、置いてあったりしたので、まあ、そこでね、演奏できるということで、非常に楽しみです。まあ、今からね、このゴンドラに乗って、上のね、レストランで、お昼ご飯をね、食べさせていただけるということで、そちらもね、行っていきたいと思います。では、苗場プリンスホテル、楽しみます。はい、こちらが、そのゴンドラです。こっからね、上に登って、上にね、レストランがあるということで、今からね、向かいたいと思います。冬場はね、本当にここいわゆるスキーヤーとかね、スノーボードプレイヤーが、通るところ、ここからね中に入って、まあ着替えたりするような感じです。では上に登っていきます。はい、ゴンドラの中です。もう札幌もねスキー場がありますからこうやって乗るんだけど、この夏場のゴンドラはもうほぼ初めてに近いです。はい、今ゴンドラで登ってきました。見てください、これ今雲の中にいます。すごいよ。スタッフの方はね、もう景色があんまりって言ってましたけども、これは逆にレアですよ。多分こちらがねレストランかな。いやいや、すごいすごい。はい、貴重な雲の中の映像です。すごいね。いやいやいや、いい経験をしました。ではご飯を食べに行ってきます。はい、来ました。はい、プランドさんかな、カレーとハッシュドビーフと、ナポリタンとピザがあるということで、カレーをね、やっぱスキー場といえばカレーですから。これなんですか。これがマントルピースといって、はい、まあ、昔はここが暖炉だったわけですね。あ、そうなんですね。ただそれをもう使わないので、はい、ここはもうこういう丸い円卓にして。うーん、昔は実際に使われていた感じですか。実際に使ってましたね。マジで、うん、本当ですか。すごい、なんかのハリーポッターみたいなやつもあります。あ、こっち、うわ、すごい、この席、あ、特等席みたいな感じですね。はい、店内もかなり広いです。はい、カレー届きました。見てこのスプーン、かわいい。スコップになってます。いただきます。はい、上の方にはこうやってテラスがあって、絶景をね見ることができます。もう雲がねすぐそこにありますから。今日はねちょっと雨が降っていて、もっとね天気が良かったら上の方のね山も見えるみたいなんですが、これはこれでかなりレアなんじゃないでしょうか。では下ります。はい、これ今すごい雲の中に突っ込んでいくみたいで、うわすごいですね。これ下が全然見えないです。わ、すごいよこれ。周りが何も見えなくなっちゃいました。
所恐怖症なんですけど、逆にいいかもしれないですね。はい、今特別ね、普段ね、入れないところに入らせてもらいました。すごいね、声が反響するんだけど、ここはね、いわゆるラウンジみたいです、ね、隣のお部屋にまた広いところがあって、そこでね、いわゆるユーミンさん、松任谷由実さんとかねのディナーショーを行ったりするみたいです。はい、こちらには、ね、なんと白いねピアノがあります。はい、こちらヤマハの C7、 こちらね、まあ、もちろん今は使われていなくて、まあ、調律もねされていないということでしたけども、特別に、まあ、少し弾いてもいいよということでしたので、なんかね、記念に弾いてみようと思います。はい、夕飯です。ビュッフェ、リスナーさんとね接触しないように一番端っこで、普通の、ね、方が入れないところで今食べてます。苗場、お気遣いありがとうございます。もうね、遠いからぶっちゃけ一回でねほぼ全部持ってきちゃいましたこの上とか、お前フルーツポンチで白米行くんかって感じになってますけど、そばもあります。ローストビーフ、美味しそう。いただきます。はい、帰ってきました、さっきねご飯も食べて、その後にね、ピアノのイベントもやって、今やっとねお部屋に帰ってきました。現在、22時でございます。いや、夕飯ねすごい美味しかったね。うん、スタッフさんがね気を利かせてくださって、なるべくね端の方で今回食べたんですけどもね、ちょっと遠くて、まあそれはね仕方ないんだけど、遠いから2回で全部持ってこうと思って、もう本当にまあ動画にあったと思うんだけど、ご飯とねフルーツポンチをね同じお盆に乗せて、でね、もうねいっぺんに持ってったから、もう本当にお腹苦しいくらいずっと食べてました。もう50分ぐらいずっと食べてました。ずっとなんか口に入ってましたね。途中なんか会社の団体のねお客様が来たんだけど、団体全員が僕より早く帰ってました僕より後に来て50人ぐらい、僕より先に帰っていきました。いやー食べ過ぎましたね。現在、22時ということで、まあね今回、まあ、こちらでイベントをやったので、まあ、宿泊ねされるリスナーのね方もいらっしゃるので、大浴場に行きたいんですが、鉢合わせるのは怖い。なるべくね、さっと行って、さっと帰ってきたいと思います。それでは、お風呂に入ってきます。はい、おはようございます。朝は軽く。今日ね、天気がね、晴れてます。いいね、この晴れと自然の感じ。はい、おはようございます。いや、今日ね、めっちゃ天気すごいよ。昨日はね霧がかっていて上の方が見えなかったんだけど、めっちゃ天気がいいです。ちょ、声がねガラガラなのはさっきね朝ごはん8時に食べに行って、まあ、9時ぐらいに帰ってきて、そっからね1時間寝てました最高。ご飯食べた後の睡眠ほど気持ちいいものはありませんから。はい、ということで今回ねこちらの苗場プリンスホテルさんに泊まってみましたけども、まあ、いろんなね宴会場とかも見れて、すごいね貴重な、経験をさせていただきました。まあ、でもやっぱりね、まあ、こちら
ゲレンデがね、真っ白なゲレンデがありますとおり、冬に来たいね、スキーをしに、まあ、夏はね、もう近々ね、フジロックが開催されるみたいで、ここら辺が一帯がね、会場になるみたいなんですが、まあ、ぜひね、冬の苗場にもね、来たいと、私をスキーに連れてってと、お願いします、苗場プリンスホテルさん。皆様もね、ぜひこちら、泊まってみてはいかがでしょうか。ではね、チェックアウトが迫っているので、帰ります。めっちゃ天気いいです。昨日はね、見えなかった上の方が見えます。はい、では、帰ります。ステージを作る感じですか。はい。お客様はみんな立って、あ、座って1000人ですか。すごい。すごい。あ、ここめっちゃいいですね。プリンスホテルさんが一望できますね。スポット。